マキさん、今これはどちらに行かれてるんですか？ドンキです。ドンキ、はい、ドンキでちなみに何を買われる予定なんですか？パンツと靴。パンツと靴、はい、うん、靴ですか？パンツベタベタになっちゃったから靴が、うん、なんかベタベタになっちゃったから、うん、あの買わないかん。ちなみに なんでベタベタになっちゃったんですか？いろいろ。ほうほうほう。それ寒くないですか今？ちなみに寒くないですか？パンツ探してるんじゃないですか？パンツじゃない、服。パンツの後で探す。結構洋服はドンキで買われることが多いんですか？マキさん、はい、今これ撮影があってますけど、はい、ここで今撮影なかったらどちらに向かわれる予定だったんですか？約束。約束、はい、今日なんかこの後約束があるんですか？あります、ね、一応。どういった約束なんですか？セックスの約束。それはちなみにどなたとなんですか？どなたとって、これは内緒。内緒ですか？あ、これ渡りましょう。行きましょう。え、すげえ格好になっちゃいましたね。大丈夫ですかこれ？大丈夫ですか？ちょっと移動していいですか？こういう服いっぱいあるよ。ピタッとした網みたいな。あ、そうなんですか？ピタッとした網みたいな。それはエロいっていう話だな。さっき着てた服はどうされたんですか？あ、あるよ。あ、それはそれで持ってらっしゃるんですか？はい。すごいっすね。でもさすがにそれは寒いんじゃないですか？普通にシンプルに。セックスは楽しい。え、汗ずらしてるの？違うよな、またそれが。セックスは知らないじゃん。バックは大体バカだし。足が横に開くの、足が太くても細くてもさ、横に開けばいいだけだろ。横に開けばいいだけってことですね。なるほど。セックス知らない人なんだ。僕ね、全然知らないですよ。あ、そうなんだ。セックスは毎日やってるよ。うん。いつもセックスやってるって。マキさん、ちょっとセックス以外の話も少し聞かせていただきたいんですけど。それでも大丈夫。セックス以外の話ないもん。日々セックスだな。あと食事食べて、お風呂入って、化粧して、髪の毛セットするだけ。なるほど。とりあえず、そこ、駐車場着いたら、さっき買った食べ物冷める前に食べてくださって構え。はい、ありがとうございます。
全然です。マキさん結構普段の食事はこういうコンビニのお弁当みたいなのが多いんですか？あ、手作りだから。手作り、うん、食事運びの人いたじゃん。あ、コンビニのお弁当っていうのは手作りだから結構コンビニのコンビニの店員が作るわけないじゃん。他の人だって。そういう業者さんですよね。そうだね、業者じゃないって。工場で手作りされてる。じゃあ服だよ。服、妄想みたいな話やめて。情報なんて全部嘘だから。本人に聞いたことないけど。結構食べる場所ってこういうちょっと道の端とかが多いんですか？それはない。普段は？普段ラブホ。食事取る場所大体ラブホなんですね。マキさん今おいくつでいらっしゃるんですか？はい、おいくつでいらっしゃるんですか？自分で設定した年齢が39になった。ああ、年齢設定とか生年月日よね。まあ、その39歳っていうのは、はい、ご自分で設定した生年月日ってことですね。はい、もう実際の生年月日とかはもう捨て去ってるって感じですか？捨てません。じゃあ実際の年齢も39歳。はい、実際は違うって言いますよ。はいはい、実際は違いますって言いますよ。実際は違うんですね。生まれはどちらなんですか？歌舞伎町みたいなところで作られたホテルみたいなところ。ホテルで生まれたんですか？そうだよ。だってセックスやりながら作られてるからさ。あれです。でかいホテルみたいなところで作られた。歌舞伎町のホテルみたいな、ラブホみたいな。それは親御さんから伺ったんですか？そうやって。作った人です。親ではさすがに作った人は。ちょっと僕の認識では。だから認識とか想像とか情報とかいりませんよ。作った人は目が見える生き物。作った人は目が見える生き物。人間全員そう。親が作ったなんて嘘だましに従ってる人が悪いよ。悪いことあって。マキさんはじゃあ親っていう存在はいないってことです。いません。作った人は目の見える人です。親ではなくその目の見える人。だから何回も言ってんのにおかしいですよ。産んだ人。産んでません。生まれません。人間は作った人。そう、作った人。作った目の見える生き物。作った目の見える生き物は今もいらっしゃるんですか？いますよ。合ってるんですか？結構合ってますよ。そうなんですか？もう質問やだ。10分経ったじゃない。全然まだ質問が2回で分かってくれないからさ。そういう人おかしい病気だと思われるよ。すいません。精神の病気って思われる。頭の中の病気。マキさん、今は歌舞伎町に住んでらっしゃるんですか？そう。どの辺に住んでらっしゃるんですか、歌舞伎町の。はい、歌舞伎町のどの辺に住んでる。話が意味がわからない。今、例えばご自宅ってどこにあるんですか？いろいろ。そんな関係ないって。関係あるけど。寝泊まりは、今基本。そんなことにこだわってどうなるの。全身だよ、全身。背中が硬くて。そうじゃん、腰振れないじゃん。背中が硬くなきゃ。硬いでしょ。触ってみる。背中触っていいんですか？いいよ。ソフトに触って。
結構手冷たいですけど大丈夫ですか。いいよ、触ってみて。失礼します。こっちですか。もっとここ、ここじゃない、そこは背中じゃない、ここだって、ここ硬くないと、ま、動かない、はい、ここですか。ここだって、ここじゃないと腰触れない。あ、硬いっすね。ほら、はい、かなり硬いですね、うん、これは、セックスができるからだって。今、マキさんのお仕事はセックスをするお仕事なんですか。だから仕事はやってないって。セックスをするのが毎日だって、それは普通だから。そういう作りの生き物だから、人間だから、そういう作りの人間。毎日セックスはされてるんですか、うん、うん。でもそこで収入は得てないわけですよ。収入はこうやって買ってもらったりしてるんで、セックスした人に適当に声かけないと買ってもらって。じゃあ今そうやって結構食いつないでるというか。だいたい平均すると月でどれぐらい稼いでるんですか。わからない、その時に。じゃあちょっとね、前までは 100万ぐらい。え、本当ですか。でもそれは全部ホテル店員とか払ってるから、コンビニ店員とか渡してるってことで、なんかちょっと伺ったんですけど、結構この辺のホテルとかもなんか出禁になってるところが多いんですよね。それはない、あることもあるけど、うん。それは一体どういう理由でそういう風になっちゃうんですか。もう10分経ったらいいですか、終わって。あと3分あります。だからもう終わってください、時計で測りますよ。なんか面白いの考えてください、言うのは。こういうこういうのはどうですか。いいですよ、はいはい、みたいなとか、ちょっとやってみます、はい、じゃあだってアットホーム、アットホームチャンネルです。アットホームチャンネル、あー、めちゃくちゃいいですね。面白い、はいはい、なんかこれも勉強の一つにならない。確かに。そうそうそう、いろんな人歩いてね。なるほど。結構じゃあこうしていろんな人いるなっていうの。セックスができる人とできない体の人の勉強みたいな。あ、じゃあ今まで、あ、そのセックスしながらいろんなこう人間観察というか、そういう勉強してるって感じなんですね。そうそうそう、あといろんな勉強、例えば法律の勉強やらさ。法律？あといろんな服の勉強とか、うん、いろいろね、すべて勉強。あ、じゃあそのセックスする中で人の観察、法律の勉強、服の観察、なんかそういうことをやってらっしゃるって感じですか。そう、いろんな勉強、うん、あとユーモアも好きだけど。ユーモア、お笑いですか。結構あれですか、お笑い好きなんですか。そうだね、合う合わないってあるな。ユーモアが合う合わない、お笑いが合う合わない、結構重要ですよね。そうそう、重要、うん、それは重要。わかります、わかります。ちなみに僕とは合いますか、それ。何が面白いか言ってください。さっきでも僕が考えた格好結構面白いとおっしゃってくださいよ、先生。こういう、こういう動きとかいいですか。あ、嬉しい。そうそうそう、なんか脇さんの笑顔を見れて嬉しいです、めちゃくちゃ。う、ね、うん、よかった。ダウンタウンが好きなの、お笑い番組だったら。いろいろお笑い見たけどダウンタウンが面白いかな。 あとはなんか笑えない。結構じゃあホテルとか入ってもダウンタウンの番組とか結構見てたりとかするんですか。そうですね、たまにね、たまに時間があるときダウンタウンのお笑いばっか話してさ、歌舞伎町でもさ、うん、どんどんいろんなお笑いの話言って、合う、合う面白さだったら面白いじゃん。面白いですね、楽しいってかさ。
でもそれってもう話してみないと分かんないですからね、あの人とユーモアが合うかどうかって。そう本当はユーモアと合う合わないがあるじゃん。いろんなお笑い番組あるけど、ダウンタウンさんいろいろ番組やってますけど、どの番組が一番好きなんですか？正月前とかにやるやつ、笑ってはいけないやつ。そう、ああ面白い。いや、よかった。でもなんか最後ちょっと笑顔が見れたんで。面白いね、本当に。僕ですか？あるじゃん、笑いが面白い顔の人ってね。はい、僕の顔が面白いっつってるんで。そういうとこで笑う時の顔のさ、面白さとかさ、はい、そういうの知らない？それの番組見たんだって前、はい、それに出てたような顔のタイプだ。僕ですか？そう、僕ですか？面白い。いや、僕の顔面白いってことですか？じゃあ顔が面白いんですか？さっきの笑う時、そのさ、作ってんのかなと思って、その選手権で新たなさ、あのお笑いの人いないの？面白かったらいいんだ。ニューヨークとか知らないですか？ニューヨーク知らない。鬼越トマホークとか。鬼越トマホーク、はい、あ、そうなんだ。面白いですよ。分かった、見てみるわ。見てみてください。お笑いバカになったらいいよね、ユーモアとか。まあそうですね、なんかみんながこう笑えるような世の中がやっぱ一番いいですからね。そうだよね、うん、でも合う合わないってあるじゃん。なんか全部が笑える笑いってどんな笑いかな。でもそういう意味でダウンタウンさんは誰が見ても面白いんじゃないですか？そうだよね、うん。マキさんもそういう人間になりたいと思ってるところがあるんですか？いや、なかなか面白くないって言われるからさ、あんまひらめかなくて、逆に笑う側、はいはい、いろいろ見て、はいはいはい、見たり聞いたりして、はいはい、でもダウンタウンも人気じゃないですか、はい、だからそうお笑いのさ、あの会う人は会う人も多いってことだからさ、うん、面白さが、うん、僕実はダウンタウンさんめちゃくちゃ好きです。あ、だからさっき会ったのかもしれないですね、ちょっとユーバーが面白い。カナリアみたいにカラフルに歌えたらな。笑えて気分がいいみたいな、はいはい、あるよね、笑えて気分がいいって、はい、っ笑ってる時が一番やっぱ幸せですからね。そうだよね、うん、もうマキさんにもずっと笑っててほしいです。ちょっとやっぱりね、笑えてない時もあるじゃないですか。そうだね、うん、いろいろ多分めちゃくちゃハマってるですよね。そうだね、どうもお綺麗ですし、笑ってる方が。ありがとう。すみません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後までお笑いで。まあよかった。そうやって言っていただけると、ありがとうございました。それでも恥ずかしながら生きたい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 。めちゃくちゃいいじゃないですか。